どうも、整体サロン朝日の富士山です。本日の動画は五行論の木の人の特徴をあなたにお届けしたいと思います。ぜひ最後まで動画をご覧ください。それではレッツゴー。さあ行くぞ。自分が五行の中で何タイプなのかを知ることによって様々な症状に対応できる柔軟性を持っていきたいです。最近イライラしたり目が疲れたり眠れない、そんなことはないでしょうか。本日は木、寒タイプの人の特徴を解説していきます。木は木などの植物が力出て天に向かって伸びていき枝葉を広げるというような性質を持ち、物事を伸びやかにさせるのが木の木です。方角は東、季節は春、色は青、一日のうちでは朝というように物事の始まり、そして動的な方向に進んでいく様を表しています。木は血液の貯蔵と全身を循環する血流量の調節、血液の解毒を行うところです。木と関連の深い臓器は痰があり、肝の機能は痰に不足しているとされています。その他には頭部、子宮などの生殖器、泌尿器、腱や靭帯、目などが関連の深い部分です。木が不調になる原因は長期にわたるストレス、怒りの感情や過労、栄養不足によって起こると考えられています。木の不調による症状はイライラ、怒りっぽくなる、のぼせ、めまい、胸から脇が痛くなる、頭痛がする、爪が白くて脆い、目がしょぼつく、物忘れがしやすい、寝つきが悪い、食欲にムラがある、肩こりがひどい、緊張しやすい、眠りが浅く、よく夢を見るというような症状の特徴があります。木は血を貯蔵するところでもあるので、不調になると皮膚の色艶が悪くなり顔が黒くなります。女性の場合は生理痛が起きたりすると言われています。木の人の性格のいい面は思いやりがあり、みんなを一つの方向に導くまとめ役です。人情に厚い人です。人の世話を焼くのが好きです。慈しみの心と哀れみの心を持つ仁の人です。仕事に対しては気力と魂を込めて全力投球で挑みます。そして強い意志と決断力を備えた胆力のある人です。悪い面は感情の変化が激しいです。些細なことにも激高しやすいです。イライラから怒りを露骨に表します。怒りん坊です。怒っていても表情を出さない人もいます。怒っていても他者に心情を知られないようにするので、自分の心と体に負担がかかり病気になってしまいます。体格の特徴は脇腹に肉がつきやすく肩が上がり気味、歩くのが速く股関節が硬い人が多いです。美容面で気をつけることは顔の黒ずみ、肌が黄色くなる、鼻の脇に青筋ができるのを気をつけましょう。健康に過ごすためのコツは、代謝が活発になる春は疲れやすくなるので休息をしっかりとりましょう。肩の力を抜いてリラックスする。目の疲れはとても体によくありません。スマホやパソコンはほどほどにすること、温めたタオルで目を温めるのもかなりいいです。早寝をして体を回復することを心がけましょう。木のタイプの人はぜひ一度いろんなことを試してみてください。今回お送りした五行論の木の人の特徴はいかがだったでしょうか。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が面白かったと思った方はいいねや高評価の方もよろしくお願いします。ご感想は概要欄にお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。